ラファエル・マトスは、ブラジルのレーシングドライバーである。2009年にインディ・ライツから、ステップアップし、インディカーシリーズにルクソードラゴンレーシングから参戦した。第2戦のロングビーチで、予選3位に入り、決勝でも8位でフィニッシュした。第4戦、インディ500では、ルーキー最高位の予選12番手を獲得すると、決勝ではポジションを上げ、トップ5圏内を走行する場面もあった。 レース後半に他社のクラッシュによってイエローコーションが出た際にはイエローが解除される直前にピットに入りただ一人ゴールまで走れるだけの燃料を積んでいたそのためレース展開次第では優勝する可能性もあったがレース再開後にビトールメイラをかわそうとした際に接触し両者ともにリタイアしたこのクラッシュの怪我で相手のメイラは今シーズンのその後のレースを 欠場することになった。年間を通した成績では、予選最高位3位、決勝最高位6位、トップ10フィニッシュ8回を記録して312ポイントを獲得、ランキング13位に入り、元 F1 ドライバーのロバート・ドーン・ボスラを抑えて、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。2010年は、ド・フェラン・ルクソード・ラゴン・レーシングから参戦。開幕戦のサンパウロでは、 これまでの自己最高を更新する4位でフィニッシュした。第9戦のワットキンスグレンでも4位フィニッシュを果たした。この年は2回の4位フィニッシュを含む4回のトップ10、フィニッシュを記録し、シリーズランキングは14位だった。2011年は AFS レーシングより開幕戦から第5戦、インディ500まで参戦したが、インディ500では予選落ちに終わった。ありがとうございます。